つの間にやらいいお兄ちゃんになってたね。あ、ほんとなんかね、面倒見良くなってきてるよ ね。最初こそ嫌がってたけど、いやーとか言ってたのに、一緒に寝たりしてあげてんだ。なにこの、俺実は、あ、でも優が気をつけたとまずいわ。取るよ。なんか親子みたい。仲良し、実はね。取りづらい、椅子だからこうする？大丈夫？なんかドヤ顔してた今。ありがとうって。あのマロみたいな眉毛な角度のせいなんだけど。一生懸命毛づくろいしてあげてる。でもね、んここにね、なんか蜘蛛の巣くっつけてるんだ。気になっちゃった。攻防戦が、ダンボール争奪戦。おお。こうちゃんほら、頑張って。先輩猫として意地で守るんだ。水がちょっと危ないかな。ああ、ちょっと、うんうんうん。黒の今のこの感じだと危ないわ。よし、せめてこんぐらい。頑張って。こうちゃん優しいんだよ。詰め立てないでさ。あ、タワ君も怒った。タワ君が年舐めてるよ。いい加減にしろって。あ、でもそれがね、やっぱり教育だから。うん。黒は遊んでもらってるとしか思ってないけど、うん、選手交代して教えてあげて、ね、ちゃんとほら全然ちゃんと手加減してあげてる。優しいね。まだ子猫だって分かってるからね。うん、こうちゃんもあんだけ文句言ってるのに全然自分叩かないからね、うん、黒のこと。あ、逃げたの。あれ逃げた。隙間に隠れちゃった。あ、出てきた。退散だって。一旦退散だ。3歩歩いたら忘れちまうんか、さっきまでのこと。これね、お手紙ね。